伊佐市立南英小学校は、鹿児島県伊佐市にある市立小学校。校区は、伊佐市ひしかりの南浦地区にある長池集落のみである。長池集落は、隣の有水町、高田地区とともに、米作で有名で、集落の米を、伊佐米、長池として販売している。また、県内でも、屈指の寒冷地で、冬季には、気温が、氷点下になることも多く。 降設が20センチメートルになることもある。校区は平成27年10月1日時点で世帯数63、人口127人である。賢く優しくたくましく、ふるさとに誇りを持ち、心豊かにたくましく生きる南長っ子の育成、天文台が学校の脇に建てられている。学校行事にも活用されているが、本格的なものなので、 市内から専門家を呼んで使用されている。生徒数が少ないので、収穫祭の際に行われる、ボードリや、集落の農事組合法人、エコファーム長池と協力して行われる田植えなどでは、生徒全員が参加する。伊佐市小規模校入学特別認可制度の対象となっており、伊佐市全域から生徒が通学している。星空留学という山村留学制度を設けているが、 地元住民の協力と理解をあまり得られていない。読書活動に熱心で2013年11月に鹿児島県読書推進有料校鹿児島県教育庁表彰を受けている。ありがとうございます。